どうなんだ、気流組の立ち上げは。まだ決まったわけじゃない。組長が決めることだ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父がもうその気なんだ。ユミちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう、ユミ。おめでとう。みんなありがとう。やっちまった。東商会の大幹部を。錦、弓を連れて逃げろ。行け、錦。弓を頼む。キリュウは。行け。囚人番号1240。手紙だ。え？この10年で初めてだな。待ってる人間がいるってことか。おやさ。一体くらいよくわかっている。東条会三代目世良会長が破門にすると決めたそうです。それをあなたに知っててほしい。本当ですか、柏木さん。別におかしな話じゃないだろ。俺が自分の組を持てるなんて。おい、てめえの裁量で幹部会とやらどういう了見だ、錦山。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか。数年前、内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ。それはおやす。100億を頼む。なんといっても桐生は頭のお気に入りだったんだからな。錦山はどうしてるんですか。せめて捕まったのがあいつだったら。クソの役にも立たねえな。あいつ何のために組にいるんだ。錦山君助けてあげられなかったの。俺が役立たずだって言いたいのか。お前までそんなこと言うのか。あの桐生ならまだしも、おめえみてえな幹部に尻尾振るしか脳のね青二歳に指図されるなんてまっぴらごめんだ。恩をあだで返す気か。すいません、本当にすいません。桐生ならこんなことには。風間はな、桐生に組を持たせたいだけや。おめえはどこまで至るなんだよ。ったく、まだ連れのキリヌが根性あったぜ。何があった。私が来たらみんなもう。
孤児院にいたのか。じゃあお前。お前じゃない。私は遥か。お前じゃない。わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。なんでこいつを。これには100億の価値があるんだよって。お前が連れているガキとペンタントを渡せ。その強がりどこまで続くかね。だってきっと100億円欲しいから私と。誰が殺せと言った。誰が言ったじゃ。あいつが運命と戦うなら俺はあいつのために命張ってやろうと思うんだ。やつだけかかってこい。決着をつけよ。なあ、決着をつけよ。俺たちの戦いに。おじさんは何歳までサンタさん信じてた？え？いや、いくつだっけな。